瀬こんばんは。はい、こんばんは、なちゃん。はい、今週のゲストをご紹介します。先週に引き続きパティシエの宮本雅美さんにお越しいただきました。それでは宮本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、こんばんは、ね、この間は、ね、はい、もう縫うちゃいますみたいなことやってるね、はい、シフォンケーキの話を聞いたんですけども、うん、なんかそれ以外にも、うん、もうあの一緒に行ってたアンチエイジングスイーツのね、はい、やってますか、最初になりそうなやつをいっぱい使われてるということで、はい、実はさっき2人で試食させてもらったのが、はい、豆乳のプリン、プリン、はい、めちゃくちゃ美味しかったね。美味しかったですね。どうやってるの、あれは。普通プリンっていうのは牛乳生クリームに卵が入ってるんですけど、アレルギーない、卵アレルギーにダメな方とか、うんうん、で、まあ、豆乳がヘルシーですの で、うん、ですね、そういう、こうスイーツということで、うん、はい、あの豆乳のプリンを考えて、うん、で中にですね、あの本わらびを使ったわらび餅を入れてまして、はい、で、あの下の食感そういうのが、ね、はい、うん、上のソースもですね、その、きな粉であったり黒ごまであったり、うん、で、まあ、キャラメルがオーソドックスなんですけど、あと抹茶と柚子ってい う、 こう和のテイストを取り入れて、はい、まあ、和と洋のコラボでありながらも、うん、まあ、僕はやっぱりパティシエなんで、はい、そのお菓子、うん、ケーキに近いものということで、うん、はい、作りしたのがその豆乳プリンなんですけど、はい、いや、しかも体にもいっぱいね、うん、あの黒ごまなんかね、セサミがいっぱい入ってるし、ね、抹茶はね、カテキンが入ってて、うん、抗酸化が強い ね、 それね、うん、健康ニュースばっかりですよ、ね、はい、あとあの豆乳とあの上のソースとのコラボレーションがたまらなく良かったです ね、 ね、それぞれなんか味が、ね、うん、バリエーションあって、プリンっていうともうキャラメルっていうイメージがあるんですけど、うん、そうですね、はい、そうじゃなくて、うん、逆転して上にソースを、はい、そのソースもあんまり甘ったるくなくて、うん、ちょうどその豆乳にこう本当にソースを絡めて食べていただくぐらいの量で、うん、そうですね、はい、そのまあ微妙なところっていうのが腕の見せ所だったんですけど、うん、はい、なんかプリンっていうとちょっと重いじゃないですか。あ、そうだね、1個ちょっと食べれるかなっていう感じがあるんですけど、ね、もうペロッと もうさっきね5種類いただいてしまいましたけど、はい、お値段の方もね、ね、はい、なんかすごい安かったんですけど、本当にあの値段なんですか。1個200円で、ね、もう1000円、1050円ですか。行っちゃったら値上げできないでしょ。まあ、あの形を変えて容器を変えて、もうこんなね美味しいばっかりして、どこで買えるなって言われそうですけど、そうですね、はい、どちらなんですか。今大阪高島屋のパティスリー宮本っていうお店で販売してます、はい、ああ、はい、この間のシフォンとは違うところなんですね、はい、今回は、はい、あのパティスリー宮本っていうのはちょうどもうすぐ4年になるんですけど、はい、大阪高島屋でですね、その東京はパティシエの名前のついたお店っていうのがたくさんあるんです、はい、でも、ね、大阪はあんまりないんですね、うん、でやっぱり大阪土地柄でそのコストパフォーマンスであったり、うん、こう商品先行するので、やれシュークリームが何個売れた、ロールケーキが何個売れたっていう商品名が先行するお店が多いんですよ。その中でやっぱり大阪でもそのパティシエの僕の名前をやっぱりつけたお店を、うん、こう広げていきたいというか、うん、そういうことでパティスリー宮本っていうお名前をつけさせていただいて、真っ黒なお店なんですけど、あ、そうなんだ、はい、あの今度大阪へね来て収録来た時ぜひ ね、 ね、ぜひ行かせていただきます。ジュエリーショップをイメージして、はい、店内 もう照明を落として暗い中に、うん、そのフルーツの色鮮やかなのがこう映えるような、うん、そういうライティングでやってるんですけど、なんかこうね、奈々ちゃんをイメージするような、なんかスイーツを作ってもらったとか、もっといろんな好みを聞かせていただいて、うん、そのイメージしたお菓子っていうのもうそういう、こう課題を与えられるとすごく燃えるというか、うん、嬉しくなります。コラボスイーツどう？はい、例えばなんですけど、あの和風のなんていうんですかね、あの和菓子とかっていうのはどうなんですか。もちろん僕、うん、あんこも使いまして、はい、最近そのパティスリー宮本で販売してるんですけども、はい、塩クリーム大福っていうのがありまして、ああまた美味しそう、はい、大福の中にもちろんあんこが入ってるんですけど、はい、そこに生クリームを入れてですね、で、塩味を少し入れて、こう甘ったるくない大福っていうのも販売します。へー、1個126円です。安い。へえ、すごいな。やっぱりこう日本の洋菓子っていうのは、うん、はい、僕が言うのもおかしいんですけども、うん、和菓子なんですよね、うんうん、例えばフランスでいちごショートがあんなに売れてるかっていうと売れてないんですよ、うんうん、シュークリームもロールケーキも、うん、フランスではやっぱり一般的じゃないんですよ。あ、だから洋菓子って言ってますけども、うん、和菓子というか日本独自のお菓子文化だと思うんで、うんうん、
だから和だ洋だって言ってる時代じゃないと思うんで、そういうこういろんな食材もそうですけど形もコラボしながら日本のお菓子としてやっていきたいなって思ってます、ね、宮本さんなんかね、はい、美味しいもの多分作りすぎたせいだと思うんだけど、はい、高校生ぐらいのね、はい、コレステロールを摂取してる量、これね日本人はひょっとしたら世界で一番多いかもしれないですよ。あ、そうなんですね。アメリカ人の男性の日本人の男性は 1.5 倍、うん、女性は2倍なんですよ、うん、だからアメリカ人よりよっぽど日本人の方がねこれ沿ってるの。あ、結構ちっちゃいケーキなんだけど、ね、まあ、生クリームたくさん使ってるし、うん、まあ、正直コレステロールが非常に多いのね、うん、そういう意味ではそういう人たちがこれから年取ってきたら、はい、ね、メタボになっていって心筋梗塞になりやすくなってるから、はい、今からね宮本さんみたいな低コレステロールで美味しいやつをね、うん、それを食べてればね、はい、美味しい。もう日本人は口が肥えてるから、うん、まずいのは絶対無理なんでね。そうなんですよね。もう美味しいのが当たり前なんですけど、うん、でも体にいいとか、うん、そういうものがこれから本当スイーツ開発していかないといけないんじゃないかなと思ってます、ね、それが大阪からっていうのはいいなと思って、ね、いやもう僕大阪生まれ大阪育ちなんで、ぜひ大阪から日本世界へ浸透していったらいいなと思います ね、はい、もう大阪すでにねここ10年でね心筋梗塞4倍ぐらい増えてる、はい、ある意味先進国というかね壊れてる時なんで宮本さんのね力大きいですよね、はい、ぜひぜひ頑張ります、ね、その辺さらにちょっと後半で聞いていくとして、はい、さて引き続き宮本さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、ね、奈々ちゃん、スイーツは食べる専門であんま作んないと言ったけど、ね、まあそろそろ作る方もやらないと、うん、花嫁修行で。なんか難しいじゃないですかスイーツって、ね、時間かかるし。奈々ちゃんのためにコツはありません、はい、教えてください。あまり難しいもんじゃなくて、うん、まあ、簡単なプリンとか本当に混ぜるだけ、はい、うん、っていうのからスタートしていただいて、はい、やっぱりスポンジとか焼くのはすごく難しいんです、うん、はい、そうですね。であと、うん、お菓子の一番難しいところっていうのは、はい、料理は後から味を見て塩コショウって言うんですけど、うん、そうなんですよ。お菓子はもうレシピがあったら後からお砂糖を足すこともできないですし、そうなんだ、ゼラチン足すこともできないので、それが一番難しいんですね、うん、でそのために僕たちは試作を何十回も繰り返してレシピっていうのを作って、その通りに再現してお菓子を作っていくっていう、試作がすごく時間かかるのがお菓子で、料理はその時の素材で味を調整するっていう、もう全く違う分野というか世界かもわからない。なんか料理はちょっとごまかしが効くっていうか、後から調整できますよね、自分で作った時に、はい、あ、そうなんだ、はい、確かにね、うん、でもそれ教えてもらってもね、はい、実践しないと無理だよね、なんちゃん。そうですね、なんかどっか学校されてないですか、うん、お菓子教室はずっとやってるんですけど、 そうなんですね、あとその専門学校の外来講師で教えに行ったり、うん、これからのパティシエを目指す子たちに教えたりとか、やっぱり一番最初に僕がお話しするのは、うん、お菓子は本当に 1g の計量が大事だっていう、1g 違うだけで、例えば 3g のゼラチンが入るところに 4g 入れたらもう3割違うんですよね。ああ確かにね、はい、で家庭で作るのって本当にごく少量で作るんで、特にそういうところが難しいと思います。あとオーブンも、うん、僕たちは本当人間が入るぐらいの大きなオーブンで焼くんですけど、まあ、遠赤外線的なこう空気の対流で焼いていくんですけど、うん、家庭のオーブンって小さいん で、はい、直火で焼いてる感じなんですよね、うん、だからオーブントースターでスポンジを焼いてるみたいなイメージなぐらい火加減が難しいです、うん、だから家庭で作って失敗するのは当然。あ、そうなんだ。僕もお菓子教室を始めた時にもう20年近いキャリアがあって、うん、家庭用のオーブンでスポンジを焼くのに3回失敗したんですよ。あ、そうなんだ。それぐらい火加減が難しいです、だから失敗するのは当たり前なので、僕がよく言うのはデータ収集なんですよね、家のオーブンの火加減を何度も試していただいて、何分何度で何分焼いた時に焼きすぎたとか、ちょっと生だったとかっていうのを何度かこうやることによって、適温適時間っていうんですか、それを見つけていただいたら自分のお得意レシピができると思うんです。お菓子はその本当に数をこなさないとダメかもしれないですね。それどっかにその料理教室をね、はい、宮本さん教えてもらおうと思えば、はい、どうしたらいいんですか。今はですねちょっと忙しすぎて定期的にはやってないんですけど、はい、2ヶ月に一度地元仙北のですね関西電力さんのハッピーライフスケアっていう、その、オール電化で作るお菓子っていうのを2ヶ月に一遍やってます。偶数月の第1月曜日に、
参加してみたいですね。あのやっぱりオール電化っていうのも今一つ あの話題というかキーワードになっているので、はい、ガスじゃなくて電気で作るっていうのも一つ の、はい、あのこれからのこう注目されている部分で、はい、IH を使って、はい、電気オーブンを使ってっていうお菓子作りをやってます。でもちょっとそこ行かなきゃね習えないと思うなんで、はい、まあそれこそねなんかこういうご縁なんで、はい、一緒になんかそういう番組で ね、あの制作できるよねやつね、はい、やってみたいです ね、まあ、奈々ちゃんができるかどうか別にして、でも興味ありますね。教えてもらうようなね、はい、番組作って。僕の意味はやっぱりそのお菓子文化を広げることなんで、その教えると買いに来てくれないとかじゃないんですよ、はい、逆に自分で作りたいっていうぐらいお菓子の好きな人っていうのは普通の人より食べる頻度が多いんで、で自分で作ったよりも美味しいものがプロは必ず作れますんで、で美味しいプロの味も食べてみたいっていうことで、やっぱこう、興味を持っていただくのにお菓子を作っていただくっていうのもぜひチャレンジしていただきたいと思います。宮本さんね、かっこいいキャッチフレーズがあるんですよ。何ですか？幸せ配達に。わー、いいですね。あのどんなに悲しい時でもお菓子を食べる時は絶対笑顔になっていただけるんですよね。確かにね。だからそういうスイーツを作っている僕たちっていうのは本当にそういう幸せを配達してる、本当にそういうお仕事をさせてもらって幸せなんですけどね。先ほどあのプリンをいただいた時にあの作り手の方の思いがすごい伝わったんですよ。私こんなことあまり思わないんですけども、なんかすごく思いが強い。うん、確かにね、あのなんか作ってる、うん、あの愛情、ね、そうですね、はい、うん、配達されちゃった幸せがされましたね。やっぱりあの料理の世界ってすごく厳しいと思うんですけれども、はい、お弟子さんとかもいらっしゃるんでしょうね。はい、もうやっぱり僕もそうなんですけど、うん、修行時代っていうのは朝早くから遅くまで、はい、でもそれを修行って考えると苦しいだけなんですけど、はい、僕はあのこの間あるですね、はい、そのこれからパティシエ、まあ、女の子だったら、うん、パティシエルっていうですけど目指そうっていう子にお話ししたんですけど、うん、修行っていうと過酷な本当つらいって思うんですけど、僕はその子に養分を吸うんだと、でしっかり今その養分を吸って長く咲き続ける花を咲かす、うん、そういうあの実を結んでほしいというかあのと思っていっぱい養分を吸ってほしいって話をしたんですね。そうするとなんか修行でこうなんか体をいじめてみたいなんじゃなく、自分のこの技術という養分を身につけて大輪の花を咲かせてもらいたいなっていうことでお話ししたんです。すが幸せ配達に言葉って一緒の言葉ですね。こんな師匠だったらねついていきたいなと思っちゃいますね。まあでも現場入ると厳しいんですけどね。なるほど。ね、今日は楽しいお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そんな宮本さんに、今回ご出演の記念に森下人体より新開発のシームレスカプセルでビフィズスキンを腸までしっかり届くビフィーナをプレゼントしたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。はい、これもね幸せ配達の一つなんで、ぜひ届けました、ね、健康に体にいいスイーツも考えていきます、はい、ね、はい、これからも頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。